寿司屋の寿司屋の相席イースカ新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしをスマートシティ略して寿司、ネタを全国各地で広げて回る番組です2023年9月16日土曜日です。 昨日はですね、えー、組織内中小企業診断士協会というのをやってるんですけども、いわゆるあの中小企業診断士の資格のうち、組織に勤務する方々での集まりみたいなものを月に1回やってるんですね。これはあの第3金曜日の夜にやってるんですけども、そこでですね、まあ、何人かでですね、今回もいろいろとやっていました。で、こ 年度はですね、この集まりの中で、まあ、ちょっとなんか制作物みたいなものを作ろうということでやってるんですね。で、制作物と言ってるのは、まああの、なかなかこの中小企業診断士っていう資格自体がですね、あの いわゆる国があの認める形の政府公認の資格なんですけども、まあ、弁護士とか公認会計士、税理士、社会保険労務士とかですね、まあ、そういったものと同等にあの、国の公認の資格なんですけど、あんまり知られてないというのと、まあ、あの存在をですねあの、認知が低いということで、えそれどんな資格なんですかみたいなことをあの説明する機会っていうのは非常に多いんですね。で、でまた、 あの資格の基本的な情報だけではなくて、じゃあそれ撮ってる人ってどんな人たちがいるんですかみたいなことを結構聞かれてですね、解説をすることなんかがありますという時に、まあ、皆さんね、それぞれあのいろんな紹介なんかを一人一人やったりするんですけども、まあ、 あのパッとその場でね、あの回答するっていうのはあるんですけども、一応こう、な,なんてうでしょうね、オフィシャルにというか、まあ、あの、解説のための資料みたいなものっていうのがですね、まあ、あったりなかったり、まあ、それぞれ作ってたりはするんですけども、まあ、この組織内中小業しなし協会として、まあ、いわゆる、あの、今、ね、中小業しなしの人が全部で3万人いるっていうふうに言われているそうなんですね。で、その3万人のうちだいたいもう、 3分の2ぐらいですかね、2万人ぐらいが、あのいわゆる組織内診断士だというふうに言われている中で、あのそういう方々がですね、自身が、まあ、活動する上で、まああのえーと、ちょっと紹介をするときにですね、使えるものなんかがつくあるといいんじゃないかということで、えー、やっております。で、この… あの基本的な情報集みたいなものを、あのデータとしてまあ何人いるとかですね、ちょっとそういう統計情報なんかは、まあ、いわゆる中小企業庁ですとか、あのいわゆる中小教師たちの,あの業界団体ですとか、そういったところで作られてはいるんですけども、ちょっと改めてそういうのをまとめてみてですね、あのこういう解説をしたらいいんじゃないかっていうのをまとめてやっていこうかなというふうにまあ思っていますということです。で、ちょっとこれを やっていてい例えばその結構やってて皆さん思うのはまあ、あの独立してねあの活躍している方に比べてまあまあ何て言うんですかねまあそれそのものを生りにするというよりはなんか別の組織にあの所属していながらこうそういう経験をさの活動をしている方なんかもまあ多くてですねまあそういう形でなんと 後ろめたさみたいなものをね持ってたりすることがあるんですよなんで独立しないんですかみたいななんで副業なんですかみたいななんとなくそういう後ろめたさなんかもあってまあなんかうんとちょっとこうあ本当はねあの実際にあの 勤務している組織での知識ですとか、専門的なノウハウですかね。まあ、一般的なこの経営支援のノウハウ、スキルとは別に一人一人があのやられているまあ仕事、例えば営業だったらですね、そういう営業スキルですとか、マーケティングの力みたいなのもありますし、まあ、情報系のところであればそういうシステム開発みたいなそういう知識もあったりですとか、まあ、一言経営といっても本当にいろんな分野があるので、その分野分野 あのごとのですね専門知識とその経営に関するあの、えー、広い知識なんかは、まあ、両方兼ね備えながらあのコンサルティングするということで本当、まあ、なんて言うんですかね、一人一人結構強みがあ,のあるのでそういったことってすごくあのい,い,いいことだよなと思ってるんですけどもちょっとそういう活動をです、ね、していただくために、えーまあ、その解説の、えー ドキュメントというかですね、そんなものを今作ろうとしているということです。で、まあ話をしていてですね、なんとなくこう、本当基本的なデータみたいなものを、をあの、何ぐらいいてとか、試験の制度はどうでとか、まあそういうこともあるんですけども、なんかどういう、どういう人たちが、まあいるのかみたいな質問って確かに結構受けてですね、なんか、 まあいろいろですね、みたいな、あのまあ当たり前なんですけども、雑な説明しかできなくてですね、毎回結構もやもやするんですよね。まあ例えばこんな人がいる、例えばこんな人がいるみたいな、例示をしていくしかないんですけども、まあその例示をしていくにしても、特徴的な方というのをですね、紹介していくということができたらいいなというふうに思ってやっております。これですね、今、あ,あの昨日もあの本当に あのいろんな方からご意見いただきながらあの、まあ、AI の力なんかも使いながらですねあの作っていってで、まあ、今後あのこれをあのオープンにするような機会をですね、えー、と作っていきたいなというふうに、えー、思っていますまたできたらですね皆さんご紹介させていただければと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いしますまた今これ あれですね一次試験が8月に終わってですね今二次試験に向けた準備なんかやってる方々なんかも多いと思いますこの二次試験っていうのが10月下旬ですかねあるんですけどまあまあ山なんですよねここでもう、まあ、国語力が試されるというかまああの一次試験はマークシートでこう、まあ、正解がね分かればみたいなところあるんですけどもこれなかなか正解 が、あの、分かりにくいというか、本当記述力とか物書きの力が相当試されるところで、えっ、ー、と、本当に、 あのーまあ、やってる方々もですね、あのー、資格の勉強やってる方々も今、すごいご苦労されてるかと思いますけども、まあ、もう本当、合格された暁にはですね、まあ、あの意義ある活動ですとか、あの取り組みなんかをぜひやっていただけるようにですね、えー、頑張っていただければというふうに思いますので、えー、と皆さんですね、えー、ちょっとご,ご,、あのー、ご期待いただければと思いいますはいえー、以上でございます。